ライジング・ハヤトは、日本のプロレスラー、愛媛プロレス所属。もともと格闘技好きだったところ、友人に、葛西淳と伊藤隆二のカミソーリーボード十字架デスマッチの映像を見せられ、葛西のバルコニーライブに感銘を受け、プロレスラーを志すようになる。当初は、松山清良両高等学校卒業後に上京、プロレス団体への入団を考えていたが、 高校在学中の2016年に愛媛プロレスの肌揚げを知り入団。同年10月15日の東京第一ホテル松山大会にて VS 三富正幸戦でデビュー。翌2017年4月22日には団体が創設した四国統一ヘビー級王座の初代王者となる。同年7月には高道の区と対戦し高評価を得て、 翌2018年4月8日に、海援隊土壌に参戦し、タカとタッグを組む。5月13日には、四国統一タッグ王座の初代王者組となる。2018年以降は前述の海援隊土壌をはじめ、プロレスリングのは、全日本プロレス、大阪プロレス、大日本プロレス、DDT プロレスリングなどに参戦。大阪プロレスでは、石槌と大阪タッグ王座を獲得した。 2019年は全日本プロレスで6月1日に開催された全日本プロレス、愛媛プロレス1で6人、タッグトーナメントに秋山ひとし及びカーベル伊藤とのトリオで出場し優勝。また7月27日に四国統一タッグ王座から陥落するものの同年9月1日に奪還した。2020年1月から3月の3ヶ月間。 全日本プロレスへ定期参戦。期間中は全日本プロレスの合宿所に住み込み若手と新職を共にしたほか、1月シリーズにライジング・ハヤト・シの3番勝負と題し、ゼウス・石川修司、西梁2とのシングル3連戦が組まれた。定期参戦終了後も全日本プロレスに参戦を続け、7月には20年ぶりに復活したアスナロハイソーダツリーグ戦にエントリー。 青柳良性からの一生のみに終わるも、宮原健人との共闘に名乗りを上げ、7月25日には、新ユニット、健人とイケメンとアキラとハヤトの大冒険のメンバーに、加わった。しかしユニットは、刺したる結果を残せぬまま、イケメンが、表舞台から姿を消したことで、自然消滅となり、後に解散。 年末にワンデートーナメント形式で開催されたジュニアタグバトルオブグローリーにはライバルのスケセイトのコンビで出場し準優勝。翌2021年1月10日、スケセイトの一気打ちで互いを認め合い、さらに宮原と青柳優馬の勧誘を受け、スケセイトもどもネクストリームに加入した。ありがとうございます。